初川春章が、袖にある門などから描かれているのは四代目、岩江半四郎と見られるが、演目名、役名については不明。四代目、岩江半四郎とは、江戸時代中期の歌舞伎役者。江戸を中心に活躍し、お山の家としての岩池の基礎を築いた。配合は柿椿、屋号ははじめぞ牛がやや、後に山和や。江戸の人形遣い、辰松重三郎の子。 二代目、松本光志郎の門人となり、法暦四年十一月の中村座で、松本長松を名乗り七歳で、初舞台を踏む。その後二代目光志郎は四代目、市川段十郎を襲名。長松は、法暦十二年に、師匠の前名である、松本七蔵を二代目として襲名する。四代目段十郎にとっては、お山の弟子は七蔵だけだった。当時情報には、初代、 半四郎の孫娘がいたが、この女性は初代中村富十郎の妻であった。三代目半四郎が死去した後、富十郎は半四郎の名跡が絶えるのを惜しみ、自分が養子にしていた弟子の岩井半之助に半四郎の名を、名は元年、上方で継がせた。ところが三代目半四郎にはお松という娘がいて、これが四代目段十郎の妻となっていた。 団十郎とお松は弟子の七蔵に半四郎の名を継がせたいと望んだ。その結果名は二年十一月、七蔵は岩池の養子となって四代目、岩井半四郎を中村座で襲名、富十郎の養子である半四郎は中村慎五郎と改名した。岩井半四郎は元は立役の名跡であったが、四代目からは江戸歌舞伎のお山として基礎を築き、以後五代目、六代目、 七代目へと続いた。親までありながら、貴重の荒いところがあったとも言われるが、風貌は、丸顔で愛嬌があり、おたふく半四郎と呼ばれ、他にも、八金の太夫、目黒の太夫などの愛称があった。生瀬はを得意とし、特にその中の三日月予選は当たり役となり、これは五代目半四郎にも受け継がれ、演じられている。また舞踊にも優れ、長唄の書作時、 手習い子を初演し今に残る。江戸を代表するお山として高い人気を誇り、三代目、瀬川菊之丞と、女型の双壁と並び称された。ありがとうございます。